こんにちは。カナダ在住の山達です。混迷の会議長を選び、イスラエル地上侵攻へ、ハマスは避難妨害ということで話をしていきたいと思います。はい、えー、大きく分けて2つの話題取り上げていきたいと思います。えー、まず最初はイスラエル・パレスチナ情勢からですね。 10月7日のハマスの奇襲テロ攻撃で始まった大規模戦闘なんですが、収束の兆し見えていないどころか今どんどん悪化しているところですね。えっと、JP モルガンだったかなそこの CEO が今日言ってたのが、もしかしたら第3次世界大戦まで発展するんじゃないかその可能性50%ぐらいまで上がってるんじゃないかみたいな、そういう悲観的な発言も出てくるぐらいかなり怖い状況なんですよね。 で、現状のイスラエルとパレスチナ双方の被害状況のまとめだけしておきたいと思うんですが、えっと、まずイスラエル側の発表によりますと、えっと、昨日10月12日までのところで死者は1300人超えた。で、えっと、負傷者が3200人超えてるっていう状態ですね。で、パレスチナ側なんですが、ガザ地区に関してはつい先ほど速報で出てきたのが、 死者は1900人超えていると。で、子供が614人この中に含まれているっていうことですね。まあ、3人に1人が子供の被害っていうのはこれちょっと見過ごせないなっていうふうに思うんですが。で、ヨルダン川西岸地区でも死者が31人出てると。で、特に今日なんですが、あの、ちょっと前の動画でも言いましたが、あの、ハマスの創設者であり、ごめんなさいよく前リーダーって言いましたが、元リーダーっていうのは正確な言い方のようですね。はい。まあ、創設者がですね、あの、世界、 で、一斉放棄せよっていうふうに呼びかけたって話紹介しましたよね。で、あれの影響なのか、ヨルダン川西岸地区の、なんかその宗教沿いみたいなところでかなり、あの、揉めてるというか、暴動状態になっているらしくて、まあ、多分この死者数はもっと増えるんじゃないかっていうことですね。 で、あとは、ま、それに触発されてか、例えばフランスではね、学校が襲撃されてとんでもないことになってたりとか、えー、あとドイツが確か今かなり限界体制になってますってこと発表されてますし、えー、あと中国のね、えっ、ー、と、イスラエル大使館の職員が襲われたっていうのも今日明らかになってますし、であとアメリカの方も確かシカゴかなで、なんかあの、暴徒化している人がいるみたいな感じで、それもなんか大変な騒ぎになってますし、で、カナダもこの後、あの、この動画が公開された後が、いよいよの時間になってくるんですが、あの、なんか 集会がね各地で開かれる予定になっているっていうことなのでそれに合わせてとんでもないことにならないかっていうことをねかなり危惧しているんですがまあ、とりあえずあのまあ、何もなければよかったで終わるんですがあの今日よくてもそのこの後ですよねこの後そのイスラエルがどういうことするかでハマスがどういうことするかっていうのでどん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 世界にいろんなね火の粉が飛んでいくかもしれませんので。 ちょっと今後しばらくの間に本当に注意が必要だなっていうふうに思ってますが、はい。まあ、とりあえずですね、今のこのイスラエルとパレスチナの状況を考えると、今までそのイスラエル側の被害の方が確か数字としては大きかったんですよね。まあ、ところがもうガザ地区に今そのイスラエルってめちゃくちゃ空爆してるんですが、まあ、ついにあのイスラエルを上回ったっていう状況になってるのが今の状況ですね。はい。 で、あの、まあ、こうなってる理由、特に子供が多く含まれてる理由っていうのが、ハマスって学校とか病院のような民間施設隠れみのにしてるんですよね。まあ、なんでそこに対する攻撃をしているわけなんですが、あの、まあ、でもその隠れみのにしてるからっていうのを理由に民間人に被害出し続けていいっていうのは、これはまた違うんですよね。で、えっ、ー、と、特にその、 学校とか病院っていうのは、これ一応国際法上攻撃対象にしちゃいけないっていうふうになってるんですが、まあ国際法ってなんかもう合ってないようなものになってますよね。はい。で、まあなので、そのハマスをね、駆逐しなければならないっていうのはわかるんですが、その一方でこの子供の被害614人っていうのを見過ごせないと思うので、まあこのあたりをね、どう捉えてるのかっていうところもいろいろ気になってくるんですが、はい。まあちょっと話進めていきたいと思います。で、いよいよ。 もうついにイスラエルがガザ地区への地上侵攻を始めるっていう話になってまして、え昨日から大きな話題になっているのが、ガザ地区の北部の住民に対して、イスラエル側が24時間以内に南部に避難せよというふうに勧告してるんですよね。えっ、ー、と、場所としてはこのノースガザとガザシティ周辺ですね。ここから南部に避難せよと。えー、だいたい110万人ぐらいの人が対象になっているっていうことで、要はパレスチナに住む人の半分ぐらい が、えー、南部に押し寄せることになるんですよ。このパレッシナっても、あ、ごめんなさい、えっと、ガザ地区ですね。ガザ地区に住んでいる半分ぐらいの人が南部に来ると。で、ガザ地区ってもともと、世界的に見てもかなり人口密集地域になってるんですよね。 で、もう、場所ないじゃんっていう話なんですが、で、えー、っと、じゃあこれどうなるかって言ったら、まずこれ壁で囲われてるから基本的にガザの外に出ることできないんですよね。じゃあ、この国境を接しているエジプトエジプトがいつもね、そのガザにいろいろやったりとかしてるんですが、ここどうかって言ったら、むしろ国境強化の指示を出してるんですね。で、先ほど速報で出てきたのが、今エジプト政府とアメリカ政府が交渉していて、えっと、外国人、ガザ地区に取り残されている外国人をエジプトを 通って脱出させることは認めると。ただし、え、ガザ地区の住民に関しては許さないっていうふうにするようなんですね。まあ、なので、あの、現実的に考えて避難するところないしっていう状況なので、まあ、この辺をどうするかっていう感じですよね。はい。で、一応ですね、そのガザ地区の現地時間0時にその勧告があったっていうことなんですね。で、国連からすると実質その朝、例えば8時に起きましたってなったらもう16時間程度しかないと。 無理だっていう風に言ってるんですよね。なんで、イスラエル政府に最高の要請しているし、あとそもそも、あの、その、そこに住む住民たちにこういうふうに強制的に避難せよみたいなことを言うのは、これも国際法に違反しているからやるべきではないんじゃないかみたいな話になってるっていうことなんですが、まあ、もう基本的にはその辺は聞かないでしょうね。はい。で、えっ、ー、と、イスラエル軍がさっき発表してたのが、過去24時間にガザ地区内にも入ってますと。で、人質の確認等の、いわゆる現地捜査っていうのを実施したとも発表しているんですね。 ま、なんで大規模侵攻の前準備をしてるっていうことをああ明かしているんですが、あの、アルジャジーラの今日の報道によると、どうやら現地で大規模避難の様子ってないようなんですね。もちろん、あの、避難している人はいるんですが、その中、ゾロ,ゾロ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 って動くレベルではないと。なんか、すごい車が動いてる画像出てきてるんですが、それがあの、本物かどうかわかんないですね。今回この件で、いろんな、その、 フェイク動画が流れてるんですよね。1年前の動画が使われたりとか、あと、さっき話題になってたのが、えー、っと、保守系のとある人物が共有していた、その子供がね、あの、まあ、焼かれてしまった、そのご遺体の写真が一回出たんですよ。 で、それが出た直後に、あの、AI によって生成された、要は偽物だっていう風にそれが判定されて、で、ツイッター、今 X って言いますが、ツイッターでもそういうラベルが貼られたんですよ。ところが、えっ、ー、と、で、その、 AI で作られた前の元の画像何かって言ったら犬がその袋の中に入っているものだったって話だったんですよ。ところが実は犬が入っているものこそが AI によって作られたものであり、人間のそのご遺体だったっていうのが本物であるっていうふうに二点三点している評価のものとかあるんですね。 っていう風に、今回かなりその画像系とか動画系で、まあ、これ、ウクライナとロシアの話の時も全く同じだったんですが、かなりその混乱をきたすようなものが多く出ているようなので、皆さん、まあ、僕も含めてね、ご注意くださいということをちょっと言っておきたいと思います。はい。で、ちょっと話を続けまして、あの、なんで大移動になってないかって言ったら、ハマスがですね、ガザ住民に避難するなって呼びかけてるんですね。あの、イスラエルがその国連に対して24時間以内の避難勧告をね、したっていう報道が出た直後に、ハマス側は、 イスラエルのフェイクプロパガンダは無視せよと。で、住民は自宅待機せよっていうふうに呼びかけていたんですね。つまり家から出るなと。で、今日タイムズオブイスラエルが報じていたのが、現地住民の話では、車に乗って出て行こうとすると、ハマス兵がその車の近くにパパってやってきて、家に戻れというふうにしているっていうことなので、多分これ人間の盾に利用されるんじゃないかっていうことですよね。 一応今回のこのイスラエルの動きに関してはパレスチナ自治政府、まあ、そのヨルダン川西岸地区側はイスラエルによる占領作戦だろうというふうに非難してるんですね。あのイスラエル側はあくまでもハマスの総統であって土地を奪うつもりはないっていうふうに言ってます。あの、 あくまでも、このハマス総統作戦が終わったら、今、ガザ地区に住んでいる人たちは家に戻れますので、ちょっとお待ちくださいねと。ただ、パレシナ自治政府は、いや、違うだろうと。お前らそのまんまガザ地区持っていくつもりだろうっていうふうに疑っているので、ま、この辺もちょっと両者の意見が合ってない感じですね。はい。で、何よりも怖いのが、怖いというか謎なのが、あの、ハマス総統って言うけれども、どうやってやんのっていう話なんですよね。で、一番怖いのが、そのイスラエル側としても避難の呼びかけをした以上、ま、残ってんのはハマス構成員ですよね。 っていう考え方で、徹底攻撃する危険性ってあるんですよね。で、そのあたりがどうなのかまあ、今回そのハマス総統っていうのが、人間を消すっていう意味なのか、それとも、特にあの、イスラエルってね、空爆をめちゃくちゃやってるじゃないですか。それであの、表面上見えるハマスの施設をどんどん壊してるわけなんですが、地下にあるものに関しては手出せないんですよね。で、あまりにもそれが多いもんだから、今回地上作戦せざるを得なくなってるっていうことなんですが、あの、その、 地下にある施設を壊すっていうのが目的のハマス相当なのか、それとも人ごと消すつもりなのか。 この辺でもかなり見方って変わってくると思うんですが、はい。まあ、ひとまずイスラエル側は今あの8時間の避難時間延長を発表してるんですね。特にあの病院側が患者の移送が絶対間に合わんっていうことで、あの時間延ばせっていうふうに言ってて、それがまあ聞き入れられたっていうことなんですが、はい。で、あとアメリカもですね、あの今そのイスラエルに対して、そのガザ、ガザのその一般市民が避難できるまではもう手出しするなというふうになんか呼びかけてるっていうことのようなんですが、 もう本当にいよいよ来るところまで来ちゃったっていうような状況ですね。はい。まあ、なので、あの、今回のこの件に関しては、そのハマス総統がどう、何を意味するのかによって、もしかしたらもう最悪な地上侵攻になるかもしれないしっていうことで、はい。まあ、ちょっと今後の状況ね、またみ、ね、どんどんちょっと追いかけていきたいなというふうに思います。はい。ということで、1個目の話は以上にしたいと思います。で、もう1個の話が、アメリカ、混米の下院議長選びっていうことで、この、イスラエルと、 ハマスの、この、とてつもない世界規模の問題が起きる前にも大騒ぎあったんですよね。10月3日にケビン・マッカーシー下院議長が賛成多数で解任されたっていうね、アメリカ史上初めての出来事があったんですが、まあその後、じゃあ下院議長を誰にするのっていうので揺れ続けてるんですね。 えっと、過去の動画でも有力候補になったのが3人いるっていうのを紹介しました。えっと、1人目がスティーブ・スカリス議員ですね。え、共和党ナンバー2で、一応マッカーシーの、まあ、えっと、でしょう、えー、側近中の側近みたいな一人なんですよね。で、2人目がケビン・ハーン、えー、ケビン・ハン議員で、えー、この人はあの、共和党最大グループのトップをやっているので、指示を集めやすいんじゃないかっていうことだったんですが、あの、不出馬を宣言しましたと。 で、もう一人注目されたのがジム・ジョーダン議員。この人は司法委員会委員長で無双中ということで、えっ、ー、と、ま、バイデンファミリーとかね、あとはバイデン司法省とかからすると本当に天敵中の天敵みたいな人物なんですよね。はい。で、あの、トランプ大統領からの支持声明も勝ち取っている人物でして、はい。まあ、最終的にスティーブ・スカリス、バーサス・ジム・ジョーダンっていう構図になりましたと。 で、えっと、10月11日水曜日に共和党議員だけが集まって非公開の会議があったんですね。まあ、そこでこの立候補している人たちが、えー、討論をして、 で、その後で、あの、秘密投票っていう形で、共和党の中の候補を誰にするかっていう採決があったんですね。で、その結果、スティーブ・スカリス113票、ジム・ジョダン98票、で、えー、っと、棄権票が8ぐらいあったのかな。はい。で、まあ、最終的に、スティーブ・スカリスが次期候補になるっていうことが一応決まってたんですが、ただ、その、反スカリス派っていうのが30人以上いたんですね。あの、まあ、結局、マッカーシーの側近だろうと。 それ、マッカーシー2.0になるだけであって意味ないじゃないかっていう意見が多かったんですよ。で、特にこの30人っていう数字が大問題でして、今年の1月もマッカーシー全然下院議長になれなくてもう大騒ぎになったじゃないですか。あの時ってフリーダムコーカスって言われるね、あの議員団が反対していて、確か10 18人でしたっけちょっと正確な数忘れちゃいましたが、まあそれぐらいが反対してたんですよ。 で、今回この反スカリス派っていうのが30超えたっていうのは1月よりも深刻な事態なんですよね。ということで、党内調整が振り出しに戻ってこれどうすんのっていう状況だった中で、昨日、スカリス議員が下院議長立候補を取り下げるってことを発表しました。もともとこのスカリス議員が、あの、立候補を取り下げる前のところで事務ジョ議員が、えっと、共和党内に、もうみんなで、あの、スカリスの指示に回ろうっていうふうに言ってたんですが、ただ30人がノーを突きつけてたんですね。 で、まあ、結局、スカリス側が折れて、えっ、ー、と、じゃあ、あの、私が立候補を取り下げますという風うになったので、はい、じゃあ、事務上段下院議長退場ですよねっていうことが決まったと思いきや、え今日になってですね、いきなり、えー、オースティン・スコットっていう議員が立候補を表明したんですよ。 実はふざけたこと言ってました、この人ね。はい。あの、あ、そう、ちなみにね、この、あの、スコット議員なんですが、あの、ペロシナミのインサイダー取引疑惑のある人物です。共和党の中で2021年最も株で儲けている人物でして、で、あの、所属しているその、 コモディティとか、まあそういう系の情報を使ってるとしか思えないような取引をバンバンやっている共和党の中で最も稼いでいる人物なんですね。はい。え、というような、あの、超絶危険人物が、え、立候補を表明したんですが、記者団にふざけたことを言ってまして、え、今朝起きた時点では、まだ立候補するつもりはなかったっていう発言してるんですよ。な、思いつきでやりましたみたいなことを言ってるんですね。 で、最終的にじゃあ今日あの集まって投票したんですが、結果どうだったかって言ったら、午後投票あったんですが、124対81で事務上段議員が勝利したということだったんですね。で、良かったねではあるんですが、それでもね、今朝思い立って出ることにしましたっていうふざけたことを言っている議員に対して81票も入ってるんですよ。 で、え、これがあった後に、そのじゃあ事務上段で一応候補決まりました。じゃああなたは事務上段を支持しますかしませんかっていう秘密投票がその後あったんですが、これ152対55だったんですね。つまり55人の議員に関しては事務上段反対派なわけなんですよ。で、現段階では秘密投票なのでこれが誰かわからないんですが、えっ、ー、と、多分明日 あまあもしかしたら今日やるのかもしれませんが、今日やると民主党怒るって言ったのた多分明日になると思うんですが、あの正式に下院議長に選出されるために217票必要なんですが、まあそこで多分この55人っていうのが誰なのかっていうのがその議場でわかるんですよね。まあそれによって共和党のガンっていうのが誰なのかっていうのがわになるんじゃないかっていうふうに言われてるんですが、 一応事前の報道では、ケビン・マッカーシーも事務上段投票に回るべきだっていう発言をしてたみたいな話のようなんですが、それでもまとまってませんので、まあこの55人は何なんでしょうね。はい。まあとりあえず、あの、この後の会議長選びのね、動きをちょっと見ておきたいと思いますが、 えっと、この55人がどう折れるかっていうところにもなってくるんですが、一応現段階では事務上段が下院議長でほぼ決まりなんじゃないかと。あとは党内調整がどういくかっていう状況だというお話ですね。はい。ということで、ちょっとね、あの、イスラエルの話でかなり隠れている情報がたくさんございまして、えっと、あとはあの、バイデンの機密を 文書問題、あの、かなり進展がありました。この前、そのサブスタックにまとめたんですが、あれ以上の話も出てきていたので、え、ちょっとその辺も含めてね、えっ、ー、と、まあ、今後の動画で紹介していきたいと思います。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後は、え、ジャガ君とデブちゃんが仲良く寝ていたところでお別れをしたいと思います。 ね、この足でなんか語り合ってる。これ、遠近法でね、なんかジャガんでかく見えるんですが、これ実際ね、デブちゃんなんだろう、もう、の方が倍ぐらいでかいですからね。はい。あとはね、できればこの中、あの、何て言うんだっし、あの、なんか、ね、猫と猫がこう中に、ね、ぐ,ぐるんぐるぐるになるやつあれになってくれるといいなっていう風に思ってるんですが、はい。まぁ、あ、ちょっと、今後の、今後ね、あの、ちょっと期待しておきたいなっていう風に思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。